チョコレートの歴史では、カカオの利用及びチョコレート誕生に至るまでの歴史についてもべる。チョコレートは発酵、焙煎、粉砕を経たカカオの実から作られる。アメリカ先住民族は、カカオの粉末をすりつぶしたものを入れた液体に、バニラや唐辛子を混ぜて飲んでいた。ヨーロッパの人々はここから唐辛子を外し、砂糖や牛乳を入れて、甘みを加えた。 その後現在の棒状のチョコレートを作る方法を編み出した。チョコレートを使用した菓子は多数ううあり、世界で最も人気で万人に知られた味の一つとなっている。一方で原料のカカオの生産については、奴隷労働や児童労働が歴史的に繰り返されており、今なお深刻な問題となっている。チョコレートを飲むミシテカの王たち紀元前2000年頃から、 メソアメリカではカカオが栽培されていた。15世紀までにはカカオは貨幣として流通するほど珍重された。アステカでは税あるいは貢ぎ物としても収められていた。当時のメソアメリカではカカオを粉にしてコーンミールや唐辛子、バニラなどの香辛料を入れ、紅の木の種子で色をつけ、水や湯に溶かしたものにイヤフラワーなどの花から作った調味料を加えたカカオペーストを 主に嗜好品として、また薬用や競争用として引用していた。16世紀まではカカオの実から作られた飲み物はヨーロッパに知られることはなかった。クリストファー・コロンブスが中央アメリカ東部に到達した後、スペインにカカオがもたらされた。コロンブスの息子によれば、最初にチョコレートを見たヨーロッパ人はコロンブスで1502年のコロンブス最後の公開時であった。 ただし、コロンブスがチョコレートを飲んだという記述はない。16世紀のスペイン人のイエズスカイ神父で、伝道のためペルー、後にはメキシコにて暮らしていた、ホセデア・コスタは次のように書いている。非常に不快な味のスルカスや泡があり、体験したことがないほど気分が悪くなる。だが、現地の者たちには大変尊ばれており、高貴な来訪者をもてなすのに用いられる。 この国に慣れ親しんだスペイン人ならば男女を問わずこの飲み物に貪欲となる。彼らはそれを飲むことで暑さや寒さその他様々なものが和らぐといい唐辛子を大量に入れる。さらに胃腸によく語る予防になると肌にも貼り付ける。日本語チョコレートの語源は英語チョコレートだがこの英単語自体はさらにスペイン語のチョコラテに由来する。スペイン人は 16世紀後半にチョコラトルという言葉を使い始めており、16世紀末のイエズス会士、ホセデア・コスタの時代にはチョコラテと呼ばれるようになった。チョコラテの語源については様々な説が存在し、いずれも決定的なものではない。最も多く引用される説は、アステカ民族の言葉であるナワトル語のショコラトルが変化したとする説であり、ゾーコックは酸味を エイティルは、水や、飲み物をそれぞれ表すとする。この説に対して、言語学者のウィリアム・ブライトは、中央メキシコの植民地時代の資料には、チョコラトルなる語彙は見当たらないと述べている。また、アロンソ・ド・モリーナが編纂した、最初のナワトルもスペイン語の辞書において、ショコアトルは、トウモロコシの飲み物であり、カカワトルが、カカオの飲み物を指しているという。 ショコラトルは、モリーナの辞書にはない。別の説として、サンタマリアは、マヤ語で、熱いを表すチョコルと、ナワトル語のアトルを組み合わせた造語が語源だとしている。この説を最初に唱えたのは、メキシコの言語学者、イグナシオ・ダビラガリビであり、ナワトル学者のミゲル・レオン・ポルティアに、支持されている。ダーキンとウィッチマンは、東部ナワトル語で、泡を表すチカリーの派生語で、 泡だった飲み物を意味するシーコラッテルが語源であるという新説を立てた。クリストファー・コロンブスがカカオの実をスペインのフェルディナンドとイザベラに見せるためヨーロッパに持ち込んだが広めたのはスペインの修道士である。チョコレートがヨーロッパにもたらされた最初の記録として1544年のケクチマヤ族の施設によるスペインのフェリペ皇太子への訪問がある。この時は 飲料として、容器と共に宮廷に運ばれた。後に、王公貴族の間で好評を博したのみならず、庶民も飲むようになった。カカオの取引が最初にあったと記録されているのは1585年に、ベラクルスからセビリアへの積み荷としてであった。当初は、現地と同じレシピのまま輸入されたが、やがてヨーロッパでは特有の苦味を打ち消すため砂糖や牛乳を加え、 唐辛子の代わりに手に入りやすい胡椒やシナモンを使うようになり、イヤーフラワーの代わりにローズオイル、邪香など高価な香料を取り入れた。銀製のチョコレートポット、モリネットを入れるための調子ががついている。ロンドン1714-15スペインでのチョコレートが普及から間もなくして、スペイン人はアフリカ人の奴隷を使いカカオのプランテーション栽培を始めるが、当初はチョコレートは ヨーロッパではスペインのみでの普及だった。しかし、フランス王ルイ13世がスペイン王女アナ、マリー・アマウリシアと結婚した時、チョコレートを好むアナが嫁入りの際に持参したため、フランスにチョコレートがもたらされた。ルイ13世の息子ルイ14世も1661年、チョコレート好きのスペイン王女マリア・テレサと結婚したため、フランスでは、 上流階級からチョコレートが広まった。マリア・テレサはまた、チョコレートを飲む道具一式と、チョコレート専門の料理人を連れて腰入れした。17世紀後半にはイギリスにも伝わり、ロンドンで最初のチョコレートハウスが1657年に開店した。1689年には、医師で収集家のハンス・スローンが、ジャマイカでミルクチョコレートドリンクを開発した。当初は、 薬剤師向けに作られていたが、その後、キャドバリー兄弟に権利を売却した。苦い飲み物から甘い飲み物に変化したことで、チョコレートは17世紀頃には、ヨーロッパの王侯貴族の間でカカオは贅沢品となっていた。何百年もの間チョコレートの製造工程は、普遍だったが、産業革命の到来により、硬く甘いキャンディに生命を吹き込む多くの変化が起きた。 18世紀には固く長持ちするチョコレートの製造の補助となるココアバターを絞り出すための機械式ミルが作られては、いたが大規模に使用されるようになったのは産業革命以降である。18世紀の末までにヨーロッパの各所に水力を利用したチョコレート製造所が現れた。やがてそれらは蒸気力を導入しより大規模になり、チョコレート産業都市を形成した。 産業革命の熱気が冷めてからほどなくして、チョコレート会社は新しく作られたチョコレート菓子の販売のために、我々が頻繁に目にするような広告や宣伝を行うようになった。製造工程の機械化により、チョコレートは世界中で消費されるようになった。菓子材料としての利用も同時期に始まっており、文献上では1719年にコンラットハッカーが残した料理手帳に、 チョコレート取る手が確認できる。ライムンド・デ・マドラー創作、ホットチョコレート19世紀初頭のシモン・ボリバルによる南米の動乱からカカオ生産が落ち込み、続くナポレオン戦争の影響で贅沢品に対する購買力が落ちた上に大陸封鎖で品薄となった代わりに、まがいものが出回り、品質に対する信用も低下し、チョコレートは停滞の時期を迎えた。 しかし、チョコレートの技術革新が起きたのは、この定位期だった。1828年には、オランダのクーンラーとヨハネス・ファン・ハウテンは、カカオ豆から、ココアパウダーとココアバターを、分離製造する方法の特許を取得した。それまでのチョコレートは濃密で、水なしでは飲めないものだったが、これにより口当たりが良くなり、普及が進んだ。さらにファン・ハウテンは、アルカリを加えることで、 苦味や酸味を除くダッチプロセスをも開発し、現代的なチョコレートバーを作ることも可能になった。もっとも、ファンハウテンの圧搾機が開発された当時は、チョコレートは未だに飲み物であり、抽出したココアバターの使い道がなかったために特に注目はされなかった。1847年に、イギリス人のジョセフ・フライが初めて固形チョコレートを作り、1849年に、 キャドバリー兄弟により引き継がれた、ともされている。ただしこれはまだ苦いものだった。初の固形チョコレートがどれにより、トリノで作られ、1826年からピエール・ポール、カファレルが大規模に売り出したものという説もある。1819年には FL ・ケーラーが初めてスイスにチョコレート工場を開設した。スイスのろうそく職人、ダニエル・ペーターは、 ギフがチョコレート会社を経営していたことからチョコレートに携わるようになり、1867年からチョコレートの苦味をまろやかにするために牛乳を入れることを試行錯誤し始め、粉ミルクを入れるという解決方法を発明し、1875年にミルクチョコレートの販売を始めた。またミルクチョコレート製造には、 牛乳から水分を抜く必要があったが、ダニエルは隣に住んでいた、ベビーフード生産業者のアンディネスレと協力して、研究を行った。またロドルフ・リンツは、チョコレートの粒子を均一かつ細かくし、滑らかな食感を出すのに必要なコンチングを考案した。帝国主義の時代、アフリカやインドネシアといった列強の植民地に、カカオの栽培は拡散していき、1910年には、 ギニア沖のサントメ島が世界最大のカカオ輸出地になるなどカカオ生産の拠点はアフリカにシフトした。1905年にイギリスのジャーナリストヘンリーウッド・ネビンソンがサントメ島を取材しレポートや現代の奴隷制といった著作で奴隷的な労働の実態を明らかにしセンセーションを巻き起こした。一説に初めてチョコレートを口にした日本人は ハセクラツネナガであり、1617年にメキシコに渡った際にビスケットパンコーヒー、コンペイトキャラメルなどの菓子と共に薬用としてのチョコレートを味わったのだとされる。日本におけるチョコレートに関する最初期の記録としては、1797年の広川による長崎危機ミロックでショクラ等として湯にチョコレート界を削ったものや砂糖などを入れて、 薬用として飲むことが書かれている。広川の乱療法や乱療薬会では、塩倉つあたという表記で、影井の治療用等とされている。また、長崎紀機録と同じ1979年にの長崎の遊女山和寺が、オランダ人からもらったものを記した、リスト、より愛庁所持所上控え庁に、塩倉跡として、チョコレートが載っている。 1871年から1873年の岩倉施設団はフランス訪問中にチョコレート工場を見学しており、次のような記録が残る。鈴髪に手包み、表に石板の彩画などを貼りて、その美を成す、極上品の菓子なり。この菓子は人の血液に需要を与え、精神を補う小あり。日本初の国産チョコレートは、風月同窓本店の主。 五代目、大住木右衛門が、当時の番頭である、米熱松蔵に、横浜で技術を学ばせ、1878年に、両国若松風月堂で発売したものである。風月堂は、チョフルヨワイ島や、チョコレートという表記で新聞に広告を載せている。カカオ豆からの一貫生産は、1918年、森永製菓によって開始された。 こうしてチョコレートは高級品から庶民の菓子となり、1920年代から30年代にかけて日本人の間に急速に普及した。当時のチョコレート菓子は玉チョコや棒チョコという形状が一般的であった。第二次世界大戦の影響により、日本では1940年12月を最後にカカオ豆の輸入は止まり、あとは 軍用の医薬品や食料製造のために指定業者にだけ軍ルートでカカオ豆が配給されるのみとなった。日本チョコレート工業士によると1941年に日本チョコレート菓子工業組合と日本ココア豆加工組合からなるココア豆代用品研究会によりココアバターの代用品に醤油油、大豆エチルエステル、ヤシ油、 ヤブニッケー油などの植物性油脂の高果油、カカオマスの代用品に、ユリ球根、チューリップ球根、ケツメイシ、オクラ豆、ダッシュ大豆粉、ダッシュラッカ製粉などを原料にした代用チョコレートが考案された。オランダ領東、インドを占領した日本軍は、カカオ豆プランテーションや、ジャワ島の製菓工場を摂取し、森永製菓や明治製菓にチョコレート製造を移植し、 陸海軍に納入させた。また軍用に熱帯で溶けないチョコレートも開発された。1945年に日本が第二次世界大戦で敗れるとアメリカの新中軍を通じて大量のチョコレートが日本にもたらされた。当時の子供たちが呪文のように米兵に投げかけた Give me Chocolate という語は米軍占領時代の世相を表す語となっている。 1946年には芥川製菓によってグルコースを原料にした代用チョコレートが製造された。カカオマスの代用品となるグルコースに少量のココアパウダーとチョコレート色素を加えたものであった。戦後の日本では安価なものから高価なものまで様々なチョコレート菓子が販売されるようになった。特に1960年にカカオ豆の輸入が自由化され、 続いて1971年にはチョコレート製品の輸入が自由化されたことで様々な種類のチョコレートが流通するようになった。ありがとうございます。